日本,日本赤十字社銀色有効賞日本赤十字社銀色有効賞日本赤十字社銀色有効賞とは日本赤十字社が永年にわたり赤十字奉仕活動に従事した者、高額な写真の拠出者、寄付者、及び献血に貢献した者などを対象に授与する記念賞のことである。縦式と廃式の2種類がある。なお、上位の記念賞に 日本赤十字社金色友好賞がある。日本赤十字社金色友好賞の始まりは、明治18年に日本赤十字社の表彰制度として定められた、勲章式の記念賞であり、同社においては、今日に至るまで、金色友好賞に次ぐ行為の表彰である。同社は、日本赤十字社法第7条に基づき定款を定めているが、銀色友好賞は、 日本赤十字社定款第17条並びに、第18条にて、奉仕活動、寄付、献血等の貢献によりこれを授与している。寄付による場合は20万円以上の社氏の拠出者、寄付者がその対象となる。近年までは、個人の場合は、勲章式の章、略章及び章記が、法人、団体の場合は、縦式が授与されていたが、現在は、個人、法人、 団体ともに縦式の正記と略称が授与されるようになった。献血による場合は、70回以上献血した者に、廃式の賞及び、はがき台の感謝状が贈呈される。また、献血推進団体での活動については15年以上、活動を継続した場合に縦式の銀色有効賞が贈られる。日本赤十字社法日本赤十字社定官日本。 赤十字社有効証者印象等贈与規則日本赤十字社献血者検証規定表彰制度ありがとうございます。